私が初めて決勝の舞台に立った2019年の全日本選手権の時です。その時は中学2年生で初めて決勝の舞台に立って、すごく多くのお客さんの前で決勝の舞台で試合するっていうことに対して緊張感もあったのですが、すごくワクワクドキドキの方が多かったです。まあ、その決勝の舞台に立ってすごく自信になって、そこからで、その後の大会でも、まあ、少しずつ成績が出てきたので、今の自分の成長にもつながっていると思います。中学1年生で四天王寺中学に入学して、四天王寺高校の先輩やリクエストの方たちと練習できたことです。全然リスペクトが今はないですが、本当にそれ思ってますか？はい、いつでも思ってます。全然そうやろ。いえ、ちゃんと、ね、敬ってください。はい、もちろんです。これから頑張ります。卓球を始めて、小学1年生で初めての大会で、5人しか試合に出ていなくて1勝して、4位に入賞してメダルを取れたことです。メダルは3位までしかもらえないと思っていて、すごく泣いていたんですけども、1勝していたので、まあ、4位に入れてメダルを獲得できたっていうのを後から聞いて泣き止んだことが思い出です。諦めないで最後までやれば結果はついてくると思うので、最後まで諦めずに頑張ってください。私は釣りが趣味で、オフの日はよく釣りに行っています。いつもはなかなか釣ることができてなくて、すごくストレスなんですけど、昨年の夏にすごく大きなシーバスを釣ることができました。もうその時はすごくテンションも上がって、携帯の待ち受けにもしてました。本当に試行錯誤をして釣ることができた一匹というのは、本当に嬉しくテンションも上がりました。僕は釣りの話なんですけど、他のことでもそうだと思うんですけど、うまくいかない時があっても諦めずにやり続ければ結果が出ると思います。なので皆さんも最後まで諦めず頑張ってください。私は小学校6年生の時に初めてエジプトに海外旅行に行きました。エジプトではツタンカーメンの黄金のマスクやピラミッド、スフィンクスなどを見ていきました。その時はちょうどアラブの春だったので、人々がデモを起こしている時でした。それを間近で感じて、私は今は幸せなところで日本という国で過ごせていることに感謝しなければいけないなというふうに感じました。皆さんもぜひチャンスがあったら幅広くいろんな世界を見ていって旅してみてください。2022年2月に初めて車を運転したことです。全日本選手権が終わってから車校に通い出して、車を運転した時、ゲームセンターなどに置いてあるマリオカートをやっているのかと思いましたが、いざ動くと思ったより速かったり寄ってしまったり、試合より緊張しました。これからも運転する時は事故しないように安全運転します。料理ができるようになったことです。それまで面倒くさくて作るのを避けてきたんですけど、結婚を機に作るようになって、作った後にありがとうとか、美味しかったっていう気持ちを伝えてもらった時に、自分もっと料理も頑張ろうと思えたことと、あと卓球に例えても同じで、いつも応援してくださってる方に
声をかけてくださったりとか、頑張ってねって言ってくれたり、おめでとうって言ってもらったりとかすると、そのためにもっと頑張ろうと思えています。